はい、では、撮影を再開していきたいと思います。ちょうどね、今ね、ちょっと現場についてちょっと一休憩してきたところなんですが、まあ、周りがこんな感じでね、ちょっとなかなか見にくいんですけど、お、めっちゃ映ってる、トシ君。はい、八重桜さんはまだ休憩中です。はい、こんな感じね、ところどころね、家があるんですが、ちょっとさっきね、トシ君がちょっと偵察に行ってきたみたいなんですが、まあ入りそうな建物もあるみたいで、ちょっとね、そちらの方ね、これからちょっと探索していきたいと思います。じゃあ行こうか。うん、しょ、あ、こっち側から行きます。こっちの方が良くない？どっちからでも。こっちの方が上がりやすいやん。ほんま？うん、みんながそっち側に、まだ、うん、年寄りには辛いわ。はい、こちらもね、ここ何の跡？なんか倒壊してんねんけどな。なんか畑かなんかあったんかな。めっちゃ器用な、器用な技。なんか畑の跡っぽい感じだな。よいしょ。なかなか。片手でもちょっと重たいわ、これ。畑というか、なんか建物があったっぽくない？かな、うん、なんか、なんだろうな、この岩なよ。あー、ほんまやな、うん、ちょっとこういう段みたいな、段言うたらあれ、うん、かっこいいみたいな、なんか、うん、ちょっとした休憩場所みたいなんでもあったんかもね。あー、倒壊してもたんかな、もう。なんかでもあれちゃう、なんかみかん畑とかみたいな感じじゃない？なんか木みたいな。ちょっとした、あの個人の、個人でやってるような。うん、今更やねんけど iPad 重たい。ビデオカメラでもよかったんやけどな、映りが悪いからな。はい、1個目の建物が見えてきました。はい、こんな感じです。ここがね、滋賀県の、山奥にあるとある配送ですね。はあ、結構しんどいわ。お、ここ何？トイレ、トイレかな。すげえ。片手でいくか。だと思う。片手だけ。なんか声聞こえんな。登山者かな。トイレ。トイレ。すげえ。トイレっぽい感じかな。すげえ、これ何かまどかなのかな。フルボンベが。ああ、なんか名前書いてあるわ。水出てるやん。濁ってはないけど、飲めませんよ。飲み水じゃないのか。うん、手洗い場かなんかよ。何出てんの。あ、こんにちは。こんにちは。ということでね、ちょっとね、今ね、
登山してる方々とちょっとね遭遇しねちょっと喋ってたんでね、一旦ちょっと、動画を停止させてもらったんですが、これからまたちょっとね再開して撮影を再開してやっていきたいと思います。なんやこれ、ここも家あった後やな、なんか、うん、さっきのなトイレあったろ、あれの横になんか建物みたいなのあったろ、あれな家の跡やわ、倒壊してんねん、半分なくなってるかもしらんな、昔ならではの、うん、なんかの身がこれ一段がしんどい上にでももう一軒あんねんな建物、うん、見た感じなんか墓あるわ、ある、うん、あ、ほんますごいな、これもが、もが、いよいしょ、ういよいしょ、トシ君、えらいとこまで行ったで、お墓、何の墓、わからん、何の墓あるの、でもほとんどあれかもな、倒壊してるな、やっぱ、ね、うん、もうなくなってるとこ多いわ、もうこれ以上行ってもなんでもないんじゃない、いや、上にあんねん、もう一個、今トシ君見に行ってるけど、はい、ビール瓶、なや、瓶割れてるわ、これももともと家あったんかな、家あった感じやねんけど、もう完全に倒壊してもてんな、すげえテレビや、テレビある、テレビテレビがめっちゃ古いテレビ置いてあった、酒瓶、長門さん見たら大喜びしそうなテレビ、どこのテレビか聞いてみたい、あれな、奥のなんか鉄の塊、完全にもう倒壊した後みたいな感じだな、だね、貯水タンクかそれかな、穴開いてるで、こう、うわ虫がすごい、なんか穴開いてる、ここもやか、もう家あってんけどもう崩れてもてんのじゃん、腐ってすごいね、上何赤んっぽいの見つけた、何赤んっぽいの、どこちゃ赤んっぽいって何なんや赤んやつって、どこちゃ、なんか今トシ君がね、なんか何かを発見したということで、ちょっと行ってみたいと思います、どれか分からへんけど、A さんあれやったらその辺でうろうろしてくれててもええわ、しんどいやろ上、しんどい、ああ何向こうから来たけど登れる、えよし、うっよっこいしょ、ああかなり坂道が、最初この建物なんやろうと思ってってやん、うん、近づいて奥行ったらなんか赤っぽい、うん、あったから、ぽい、うん、よいしょ、一応これも水は出ることある、ああほんまやな、これちょっと待ってよ、よいしょ、ここは鍵閉まってんのか、うわっ、ほんっぽいやろ、
何これ、なんか祀られてる神社があったんちゃうか。お母さん、言ってたのもあるけど、かけえっすね。なんか、あかんっぽいんだよな。ほこら？なんか、わからん。資産が高いから、あれやね。うまいな。あかんっぽいんだけど。多分この辺の神社あったんちゃう、集落の。よいしょ。すごい階段が急すぎる。何祀ったんで、ね、ああライトこっちや。なんか分からへん。封印されてんな、なんか。うん。なんかあかんっぽいな。なんか南京錠みたいなのされてある。うん。しかも完全に閉じてんな、これ。うん。あかんっぽいよ。多分あの、廃村になってからあれちゃう。封印されてたんちゃうか、うん。完全にもうこれも管理されてんもん。うん、この寺らしきとこ。やばい、急すぎる階段が。あ、涼しい。建物自体はこれが一番上っぽいな。見えへんな、入られへんもんな。なんかそんな感じやな。でもあんまり見えへん、ちょっと見えへん。あーやばい、やばい、よいしょ、指つった。おちゃん撮ってや。おちゃん撮ってや。これで助かった。何これ、なんか水道管みたいな。よいしょ。なんとか、なんとか、なんとか生きて帰ってきた。